どうも、なめです。ちょっとね、お昼何も食べてないんでお腹減っちゃったんですよ。でね、ちょっとご飯が残ってたんで、前々からちょっと食べたいと思ってたんですけど、バターライスってあるじゃないですか。僕食べたことないんですよ、バターライスって。多分、ご飯にバター混ぜて醤油かけんのかな？ちょっとやったことないんで、今回ちょっと初めて食べてみたいと思います。まあ普通にね、ご飯を用意しました、温めて。普通のバターと醤油でございます。これをまあ混ぜるだけなんですけどね。まずバターからいきます。バターを多分ね、合ってると思うんだけどね。バターをね、多分ご飯に、そうだけど、バターを多分ご飯にこうやって、もうちょっと入れるか。こんな感じで、バターをおしまい。醤油をこうやってかければいいのかな。ちょっと引っ越しね、箸とかお皿が全然ないんで。これで美味しいのかな。ね、これ。はい、ということで、まあこんな感じ。卵かけご飯みたいになっちゃったけど。いただきます。うめえ、これ。 これうまくねえか？結構いけます、これ。あ、合うね、バターとご飯って。初めて僕食べたんですけど、結構合います。そんな入れすぎてもあれかなと思って、まあ少ない方がいいですかね。そんな多く入れたら多分、あれになっちゃうんで。あとで運動しないといけないんでね。全く関係ないんですけど、皆さん、成人式行かれた方、どうでしたか？僕はね、でも、やっぱ大勢いました。なんかね、午前と午後って分かれてて、僕午後だったんですけど、知り合いに全く会わなかったです。多少はいましたよ。多分知り合い来てたんですけど、全く会わなかったです、会場には。すれ違いもしなかったからね。船橋なんで、なんか船橋からメッセージ来てました、ビデオメッセージ。ただちょっと、なんかその時来た時に、そのビデオ見てた時に、周りの人たちがすごい騒いでたんで、ぶっちゃけ何言ってるか全然わかんなかったんですけど。ごちそうさまでした。美味しかったです。なんで今まで食べなかったんだろうなって自分で今思いました。これは普通に美味しい。まあ食べ過ぎは要注意ですね。多分ちょっと小腹じゃないけど、まあたまにぐらいなら食べてもいいんじゃないかなって思いました。本日も見ていただいてありがとうございました。バイバイ。もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。